ご登壇ください。第3位です、カーナンバー2番です。近畿中国四国代表、宝塚カートフィールドからの19歳、村上亮成選手、おめでとうございます。続きまして第2位です、カーナンバー21番、中国地区代表、全日本フォーストスプリントカップから小辻隼人選手、おめでとうございます。そして見事チャンピオン、カーナンバー7番、北海道地区代表、新千歳モーターランドから金沢大慶選手、おめでとうございます。それではまずはメダルの授与でございます。1位、2位、3位にこのオリジナルスプロケットの方メダルをお受け取りいただきます。すごいですね、ちょっとなんか縦にいったら刺さりそうなそんなメダルでございますが、プレートもついておりますので、ジャパンファイナルと書かれました面をですね、前の方に向けていただけますでしょうか。はい、はい、それでは続きまして副賞でございます。副賞、レッドブルジャパンより優勝されました金沢選手には、何か知りませんでしたね、ご紹介をいたしましょう。アブダビもしくはメルボルン、来年度でも結構です、 F1 の観戦チケットをお送りいたします。アブダビもしくはメルボルン、もちろんですね、エアーも宿泊もチケットもついています。 F1 を海外で観戦してきてください。おめでとうございます。戸惑いの方が大きい、どうしようかな、奥さんは娘さんは、そんな感じかもしれませんね。誰と行こうかな、どっち行こうかな、いろいろでございます。続きまして優勝されました金沢選手に次なるご褒美でございます。今シーズンスポンサードをしていただきましたミニー様より、ミニー1ヶ月間無料レンタルでございます。おめでとうございます。ミニーに乗ってください。北海道でまだ雪も降らないから、気持ちのいい季節を楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。1ヶ月間レンタルでございます。おめでとうございます。カシオ様よりカシオエディフィスのレッドブルレーシング限定モデルをプレゼントいたします。レッドブルグッズがまた一つ増えました。限定モデルでございます。おめでとうございます。ちょっと違うんですよ、いろいろ違うんですよ。それでは続きましてアルパインスターズ様より、優勝されました金沢選手にはリブプロテクターが、第2位の小辻選手にはアンダーウェアが、第3位村上選手にはレイングローブが贈られます。アルパインスターズ様よりの副賞でございます。はい、お受け取りください。はい、リブプロテクターとアンダーウェアとレイングローブでございます。ダンロップのチェアを続いてはお送りいたします。レース参戦観戦にお役立てください。見事優勝金沢選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。2列目からのスタートでしたが、いかがでしたでしょうか。緊張しました。はい、スタート直後結構なバトルでしたが、あの時はどのようなことを思っていましたか。まあとにかく必死で、まあ、ミスせずに逃げれられればいいなと思ってました。そして今この日本一になったご感想はいかがでしょう。まあ、4回目なんでジャパンファイナル出るのが、なんで、まあ、やっと取れたなみたいな感じです。念願だった。そうですね、念願でした。あと F1 の観戦というご褒美がついてまいりました。海外も楽しんできてください。はい、まあ、ちょっと楽しんでいきたいと思います。おめでとうございました。金沢選手でした。